二の鳥居社殿神社は、長野県松本志島立三宮にある神社。式内社、電子名の国産の宮で、旧社格は、県社。神門は、三階美士。祭神は、以下の三柱。以上の三神は、渡積系と天神神系と見られているが、当社は、お柱を立てる諏訪神社系の祭祀も行っている。なお、祭神を、 慶光天皇御子の伊崎入彦の命と伝える説もある。社殿によると、古くは、千曲軍詐欺沢学に鎮座していたという。そして、大化5年6月28日、品の国寺が直命を報じ初めて勘定して創始した。その後、大同年間に、坂の上の田村麻呂が、有明山のあやかし族討伐にあたって、本社の心理域がこうしたとして、 国師と共に社殿を造営したと伝える。以上の伝承から、当社は涙から流れ出るあずさ川の水霊を祭ることに始まったとみられ、詐欺沢の旧跡地と伝わる地には、当社の奥社が建っている。また、現在の本社は、あずさ川の水を引き入れた古代上理的遺構の上に、あり、当地開発当初からの古社であるとも推定されている。境内からは、河原家、石器のほか 古墳時代の鉄具は、中世、近世のなぎ釜が出土し、新宝とされている。社殿によると、忍受元年に、直標によって、社の造営があり、忍受三年には二条大納言有機を直視として、真意を賜ったとも言う。延長五年成立の縁儀式神明朝では、品の国筑馬郡に、砂田神社と記載され、式内社に列している。なお、 日本三大実録上岸9年3月11日上に乗るあずさ水人を当社に充てる説もある。鎌倉時代後期には現行から成中の戦火により社殿が消失し本社のみ残ったという。その後、島立魂が松本城を築くとともに、そのうぶすながみとして当社を補修した。松本城主は代々当社を裏肝によけとして重視し、 神涼を寄進した。当社が松本城に向かって当面しているのは、その鎮護のためとされる。また、当社は、品の国造宮と見られ、古くから、三の宮と呼ばれていたという。現在も地元には、三の宮の古障があり、安山の神としても崇められている。なお、安曇野市の穂高神社も、三の宮とされている。明治5年に、 近代社格制度において後者に列し、明治34年には県舎に昇格した。明治40年には新鮮兵白領とも新社に指定された。奥社は松本市旗詐沢に鎮座する。安草川上流の沢の一つを登った地に石祠として立っている。詐欺沢学には採点石という巨岩があるという。なお、 お柱祭りの見立ては古くは詐欺沢山で行っていたと言われるが、現在は涙の山林で行われている。6年に一度、うどしと鳥どしの例大祭に合わせて行われる。4本のお柱を涙の旧松本藩が所有していたお囃子から切り出して、国道158号沿道を引き出す。お柱立ては1の柱が、中村、三の宮村、2の柱が、 島立町村、長田村、三の柱が大場村、小芝村、四の柱が荒井村、堀米村と、いずれも中世の島立教の豪村が担当した。松本盆地の他のお柱祭りと異なり、諏訪大社の形式で行われ、資料で確認できる、最も古い例は、聖徳三年である。昔から、人を見るなら、和ずゆ宮キラを見るなら二のみや、 衣装を見るなら、三宮と言われ、各柱ごとに衣装を凝らしてある。松本市から無形民族文化財に指定されている、所在地交通アクセス注釈出展。ありがとうございます。